本日最速クラスに伊達選手がこの男前グリッドからのスタートです。全員抜きできるでしょうか。スタートしました。さあ1コーナー、さあそして後ろから伊達選手がやってきた。1コーナーからぐーんと迫っていく。さあ最後尾にもう早くも追いついた。そしてイン側に入った。完全に捉えた。1台抜きです。さあそしておっと2台抜き。さあここで3台抜き。アウトからインからもう目まぐるしく抜いていきます。そして前が少し空いています。さあ後ろのライダーも気迫十分ですね。もうここはエキスパートの集団ですからね、なかなか前に行くのも厳しいと思います。それでも前のライダーに追いついた。おっと2コーナーでアウトから行った。さあここでインに入るか。少し入れない。さあ後ろのライダーも迫ってますよ。全然引いてませんね。さあここで4コーナー、すり鉢コーナーです。前は逃げていく、前は逃げていく。最終コーナーの切り返し詰まってます。そしてストレート。スピード的にはマシンはそう大差はありません。さあそして1コーナーインに入った。オーバーテイク成功。さあそしてこの回りくねった3コーナー証券 R です。このマシンはですね、借り物なんですよ。もういきなりパッと乗ってこれ走ってるんですね。練習走行っていうのはウォーミングアップランしかないのです。それでも体でアジャストしてこのような走りをするんですね。さすがです。さあそして最終コーナー切り返し。おっとなんかバンクセンサーが落ちましたよ。さあそしてさストレートで前に迫る。さあ1コーナー、さあ前が2台バトルしているところ。さあどうアウト側から、おっとこれでインになかなか入れませんね。ここはすごく小さい R です。そしてちょっとだけストレート区間ですね。4コーナーでインに入った。見事です。そして抜かれる方も抜群の対応力ですね。さすがエキスパート。そして最終コーナーに向かいます。切り返し、ここが早いですね。全く乗ったことのないマシンでこの切り返しですよ。ストレート1コーナー。皆さんできますこんなこと。私は無理です。さあそして2コーナー、ここでダブルヘアピンですね。ここが一番小さい証券 R になります。そしてここはちょっとだけストレート区間があります。もうほとんど直線のない粋なサーキットですからね。もうほんと休む間がないんですよ。そしてすり鉢コーナー、バンクがあるので G がグッとかかります。そして高速切り返し、高速切り返し。体の動きに頭がついていかないから一瞬頭が動きが遅れます。速い人はこんな感じになりますね。そして1コーナーに戻ります。さあ前を行くライダー皆さん早いですよ。もう半端なく早いです。そして自分のマシンですからね、挙動も何ももう熟知していますのでなかなか厳しいです。そしてすり鉢コーナーに徐々に近づいていきますが、トップ 1,2,3 は結構離れています。あ、しかし最終コーナーでぐんと追いつきました。現在4番手。しかし残りラップは少なくなってきた。大丈夫なのか。そして1コーナー曲がって2コーナー、おっと追いつきました。3番手のライダーにグーンと迫ります。しかし皆さんやはり早いですね。ワンツースリー、おっとワンツースリーフォーとだいぶ近づきましたよ。そして3番手に伊達選手が迫る。そして最終コーナーの切り返し、ここが早いですね。自分のマシンでなのにすごく早いです。さあそして1コーナーほぼ追いついたんですが、このオーバーテイクするだけのタイム差っていうのがなかなか厳しいなと思います。おっとここでももうほんとテールトゥーノーズです。しかしコースが幅が狭い分だけラインの自由度がありません。ほんとオーバーテイクするのはなかなか厳しいです。しかしここでラインが変わりましたね。そろそろっていう感じでしょうか。おっと1番手2番手3番手4番手もう団子状態。しかし2番3番を抜く間に1番が逃げていく、そんな感じの構図です。あとラスト2周、これは厳しいぞ伊達選手。さあしかし
ここで3番手が2番手に入った。さあここで4番手を走る伊達選手、ここで入ってくるだろう。やはり入った。これで3番手ゲットです。さあそしてあと残るは2台。しかしラップももう少ししかない。最終ラップになるのではないでしょうか。これはなかなか厳しいですよ。あと1周ですね、ラストラップ。これは厳しい。さあどう。おっとワンツーも激しくバトってます。ここに勝機があるのか。この4コーナー注目です。入った。おっとここでどうだ。おっと残念。白熱したバトルでした。まあ残念な結果でしたが、ものすごいパフォーマンスを見せていただきました。さすがです。すごかったですね皆さん。まあ今回残念なことに失敗しましたけれども、伊達選手の卓越した技を見せていただくことができました。切れてなかったからピンちょっと開いてたじゃないですか。でそれでそのちょうど本当クリップインギリギリのとこついていって、うまくいけたらこう2台同時に抜けるかなと思ったんですけど、もうちょっとやったね。それでまあ多分あの平木君もクロス狙ってたから、立ち上がりでイン寄ってきた時に当たっちゃったみたいな。ああもうちょっとでした。惜しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。